今日は日本のある女優さんから確かインスタかなんかでご依頼いただいた撮影のお仕事なんですけど、カレンダーを発売するみたいで、それのカレンダーに使う写真撮影をするので、まあ許可いただいたので、今日はその写真撮影 Vlog、 まあ緩い Vlog を今日はしようと思います。はい、じゃあそんな感じで、行きます。はい、ヘアメイクのマウちゃんです。マウです。はい、ってことで、ロンドンブリッジとバラマーケットの撮影が終わって、今からバスで、どこ行くんでしたっけ？バスで、リークストリート。あ、そう、リークストリートに行きまーす。はい、じゃあバス待ってます。リークス。バス。はい、どうしてね。ちょっとずれて。みなみちゃんは仮面ライダーとか、はい、そうです、仮面ライダー出身 で、はい、そこからは、はい、どんな感じですか今のところ。順調です。順調ですか。すごいいっぱい撮れます。すごいいっぱい撮れます。はい、それで、リークストリートっていうところに到着して、ロンドン最大の合法グラフィティトンネルだから、合法的に絵とか描いていこう、スプレーとかで絵とか描いていいんですけど、本当に世界からいろんなアーティストを描きに来てるみたいで、バンクシーの絵とかもここにあるみたいです。こんな感じ、めっちゃいっぱい絵が描いてある。で、ここ結構いい写真が撮れるのでここに来ました。で、この後はボンドストリートにあるカルティエら辺が結構いい感じの雰囲気なんで、そこ行ったりとかしながら、撮影していきます。で、ここは結構あの飲食店とかもあって、めちゃくちゃこのトンネルは結構雰囲気いいので、ここだけの Vlog も、今度やろうと思います。ってことで、お着替え終わったみたいなんで、今から撮影していきます。どうやら買えるみたいです。はい、もしかしてネット販売もあるかもしれません。めちゃくちゃ素敵な写真がいっぱいだと思うので、皆さんに手に取ってほしいです。です。はい、そんな感じでご視聴ありがとうございました。その動画がいいなと思ったらいいねと、あとはチャンネル登録してくれたらとても嬉しいです。はい、そんな感じでご視聴ありがとうございました。